長の野望大使水パワーアップキット。はい、信長の野望大使ウィズパークキット今回からですね、新しい応援になります。なので長期ボードのね、確認の方を見していきたいなと思います。はい確認終わりました。今回リクエストいただいたのは天下不具シナリオの冷え抜き系編ですよね。はい、どうせ拠点とか少ないとこでしょうね。聞いたことないんで。ありましたねかなりなんか弱いね。パッと見なんかすごく弱かったね。74位ですもんね。国力見ても下から2番目、人口的には一番やっぱ弱い。ああ、従属してるね。まあ、従属してるけど弱いって言ったら弱いですね、多分。一番弱いんじゃないのかな、この時代ではね。ただこれが所領拡大なので、ここら辺は救いですね。拠点を失うと中精度は下がりますけど、なるべく失わないように行きましょう。甲状腺での攻撃力が上がる。甲状腺での部隊の攻撃力が上がる。両替で決戦すると部隊の防御力が上がる。証券の独占費用が減る。投資費用が増えるんだ。証券の収入が増える。証券の影響力が毎月上がる。いいですね。はい。じゃあ、対名の方をね、確認します。闇取引、国衆、カリタさん。カリタさん最近あんま使わないんだけどね。まあいいでしょう。カリタさん使うと結構いい。この時代では結構カリタさん使えるかもしれない。もし上手い使い方とかできるような、ね。上手い使い方とかできるようなところがあれば、ね、やっていきたいですね。はい。あとは、工作図。まあ、所領拡大なので、1、2、3個と、兵糧がね、減るものがあるんでいいですね。で、あと、ここら辺。商業の方は、こんなにいらない。3個ぐらいあれば十分。もっと言えば2個あれば十分。はい。まあ、農業の方は、まあ、少なめですね。まあ、普通って言うんですかね、このぐらいだとね。論議の方は、まあ、至って普通ですね。軍事と、ま、商業はあって、他はちょっと少ないかなっていうような感じですね。はい。では、始めていきましょう。この志、必ずや果たしてみせる。あ、で、今回ね、リクエストいただいたんですけど、これね、通常のね、動画のね、コメントにね、リクエストいただいてるんですよ。できればリクエストいただく方はですね、コミュニティタブのところのね、なんかね、コミュニティのなんか掲示板みたいなのがあるんですよね。そこのところに書いておいてもらえると助かります。動画のね、ところにね、募集書かれていると、じゃあやろうかなと思った時に探す時にね、どの動画のコメントだったかなと思ってね、探すのがね、結構大変なんですよね。はい。で、コメント一覧の方のね、Google のアナリティスクの、YouTube のアナリティスクの、コメント一覧のところで調べてはいくものの、なかなかね、そこのところまでたどり着けれないんですよね。なので、ちょっと、まあ、お手数かけますけれどもね、コミュニティタブのところからの方でね、やってもらえればなと思います。で、これ、藤高さんが、ミッチーとね、ノープをね、引き合わせたっていうので、で、ミッチーに今後、ノープって殺されちゃいますよね。なので、まあ、藤高さんが、まあ、あれだったのかな？鍵の首謀者だったのかなとかって思いますけどね。まあ、光秀の半生がね、謎に包まれてるってことですね。
ああ、従属してるね、ちゃんとね、うん。では、いらないものばっかりね。撤去、撤去、撤去、撤去。撤去、撤去、撤去。これもいらないでしょ。いらない、撤去、撤去。親切で、宿場町ここら辺立つとこ。は。あとは、歩兵ですね。3400、うちは1200しかいないですからね。2700。1200、1200。こっちがこっちですね。最初行くとしたらね。承知いたしました。委任します。商業農業、配属人の開発の方がカスタム委任で、いつもこんな感じでやってます。たまに委任とかを設定するのを忘れたりとかもしております。はい。あとも商業とか見にしたから大丈夫なん。じゃあ、宣戦布告の前にお城見よう。B と C。そしたらこっち C だね。うん。C のは簡単に落とせるんだよ。陣ブレを出せ。戦の支度をせよ。助立ちいたす。じゃあ。先生を起こしたんで、出兵していきましょう。あ。まず最初あれ借りなきゃね。お城借りよう。援軍で。2400安いね。1500か。金の方がいいね。じゃあ、出陣しまーす。部隊編成ですね。こことかはもっと減らせば2部隊出るでしょ。2人ぐらい出るでしょ、武将ここ。うん。いるよね。ちょっとこっちも。一人ぐらい残しとこう。じゃあこんな感じでね、向かっていきたいなと思います。進め。こっちは攻めてこなきゃいいですけどね。いきなりでは攻めてこないでしょ。揺るぎません。はい、ありがとうございます。我らに負けても恥じることはない。結構早そうだね。C だしね。11日早いですね。いいですね。じゃあ進めていきまーす。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。これは、農業。かしこまった。では進めていきましょう。我らの勝ちよ、勝ち時を上げよ。あ、入っちゃった。ああ、しまった。しまった。宣戦布告しとくべきだった。まあね、こことかね、宣戦布告しときゃよかったのに。しょうがない。部分入場させよう。この二人ぐらいでいいか。じゃあ返しましょう。まあちょっと待てばなんとかなるでしょう。じゃあ進めていきます。
ああ、戸沢丹道さん。へえ。参戦で。いちいち。ほう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 。小沢さんに攻めよう。陣ブレを出せ。戦の支度をせよ。我に続け。今だね。でこれで籠城するんで、したらこっちに行けるんですよね。いや、待てよ。城の形見ようか。一人しかいないんじゃ、これいけそう、取れそうだね。行ってみようか。行こう。待て、いっぱい持ってっちゃうと下から攻められるかな。まあ、3人残しときゃいいでしょう。で、ここをちょっと減らして2部隊乗ってく？まあこの、でも戦略ではいけると思うんで。我に続け。下に攻められなければ大丈夫なんですけどね。報告いたします。これより表情を始める。商業対名で行きます。これにて表情を終える。これ取って、これ取って、これ取ります。で、闇取引ここからできますので、だいぶ楽になってくるかな。我が覚悟、お見せしよう。取引を行いましょう。ありがとうございました。兵糧を売って、ありがとうございました。ありがとうございました。これあと5日、うちらは、あと18日ですね。はい。歩兵しましょう。はっ。はっ。では、800残ってれば多分こっちも攻めてこないと思うんだよね。うん。で戦略あれば、取れそうな気がするんだよね。D でしょ？うん。B は無理としても D は多分取れそうな気がするんだよね。じゃあ進めていきます。包囲してるね。おー、いいね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 。じゃあ先生動きしようか。ギリギリまで行ってからにしよう。ギリギリまで。あと2日。待機する。ここで先生を動かしましょう。陣ブレを出せ。戦の支度をせよ。助立ちいたす。帰ってないね。2100だよね。行こう。16日。進め。帰りよった。じゃあ、こっちも、ついてみようか。進め。こっちは帰らない。
B、お城はどんな感じだ？あー、逃がしたこれきついわ。これはきついわ、多分。ナヤ50は落とせないわ。進め。こっち行こう。あ、戻ってきた。ストップ、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 ストップ。ゲチよ。これ返そう。行こう。こっち行こう。そうそう、出てくる。はい、帰りまーす。まあ、ちょっと評論無駄遣いでしたね。取引を行いましょう。かしこまりました。仰せの通りに。仰せの通りに。そうすると攻めれる場所はなくなっちゃったね。いや、待てよ。これ100ぐらい出しとこうか。出陣する。で、ここ落とした後、ポコッともらいに行こう。それが一番だと思います。はい。兵糧買ったよね。取引を行いましょう。じゃあ進めていきます。待機せよ。報告いたします。ご命令を。農作業をしましょう。こっちを買い込んで。承知いたしました。で、こっちが種まきで。承知いたしました。取引で兵糧買います。取引を行いましょう。取り計らいます。取り計らいます。こっちのやつを開発を撤去撤去。撤去撤去。こんな感じでね、進めていきたいなと思います。ここはね、落ちるのを待ちましょう。落ちて解散するのをね、待ちましょう。報告いたします。これより表情を始める。商業はいいんで、農業のここで労働力消化、賞を取りましょう。これにて表情を終える。あ、賞を取ります、賞を取ります。で、これ取ります、ちょっとね。ゲチよ。で、闇取引ですね。我が覚悟、お見せしよう。取引を行いましょう。かしこまりました。かしこまりました。ああ、失敗した。じゃあ進めていきます。我が覚悟、お見せしよう。なんかこれだともう取れそうな気がしてきたね。兵もだいぶ増えてきたもんね。これ100で取らなくても、2000ちょっとでしょ？だから2000ちょっと出せば取れるね。報告いたします。ゲチよ。まあ100でもし取れないようだったら行きましょう。2000ちょっとで。安藤家3ヶ月ですね。戸沢とは4ヶ月。はい。じゃあ
じゃあ兵糧を買います。取引を行いましょう。仰せの通りに、仰せの通りに。報告いたします。ご命令を。あれ、まだ落ちないの、ここ。よかった、こんなところを自分が行ってたらすごい大変でしたね、多分これ。あ、S だもん、ここ。ほんなら S だもん、これは落ちないわ、落とせないわ、これ。うん、普通に。種まき。承知いたしました。土作りは。あ、農業に精が出ますね。取引を行いましょう。兵糧買います。ありがとうございました。980だったんで、これで売ってもちょっと儲かってるかな。の通り。じゃあ進めていきます。あ、なるほど、負けたか。負けたか。安藤さん負けたか。頑張って様子見てたんだけど、安藤さんは負けた。はい。はい。負けました。これはたとえ行ったとしても、これ何家だ？戸沢家。兵糧とかどうなんだろう。安藤さんとか。拠点で低いところから。安藤さん、拠点に2だよね。8000あるもんね。それを、ゼロにするのは無理だしね。こっちも多分全然兵糧食ってないはずなんで。ここは何家だ？戸沢さん。勢力。拠点。戸沢さん。あ、あと1778か。あ、これ勝てる。1778は、これ、うちらが、包囲すりゃ勝てるでしょ。これは、これ返して、これも、このお城自体を返して、こっから、部隊編成で、確か4箇所だったように見えたんで、あれ、武将4人いない、これ。まあじゃあこれを、この100の部隊入れようか。出陣するぞ。行こう。これで行こうか。これで出陣するぞ。これでここ落とせるんじゃないの。進めていきます。勝ち合いビギマさん、ありがとうございます。我らに負けても恥じることはない。報告します。先月の収支です。これより表情を始める。商業と対名で取っていきます。どうかね。ググンジと対面します。対名足りなくない？一応35あるか。16で対名取った方がいいのかな。16で対名ちょっと多く取っておきましょうか。これにて表情を終える。まだこっち取りたいんで、まだですね。ご命令を。兵糧買います。我が覚悟お見せしよう。取引を行いましょう。
ありがとうございました。ありがとうございました。仰せの通りに。はい、負けちゃいました。あとちょっとなので多分勝てるんじゃないのかな。進めていきます。標高38日ですね。ただ兵とか少ないところいるからどうなんだろう。強行でいけるのかな。まあとりあえずやってみます。で、安藤さんとはちょっと講和しとこう。交渉で講和承知。今部隊減ったね。これこっちに集めようか。かしこまりました。使いの者が来たようです。無理です。あと31日いけるでしょう。じゃあここ落としてからね、落としたら1は終了にしましょう。ちょっとね、長くなっちゃうかもしれないですけど。先月の収支です。月曜。はい、取引を行いました。兵糧を買います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ギリギリですね。ギリ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 。90しか残ってない。もらい受ける。はい、戸沢さんね、ゲットしました。あれ落とした瞬間に壊滅してましたね。はい。まあ、そういうこともあるんですね。はい、ということでね、ご視聴していただきありがとうございました。ご命令を。続きはね、多分ね、1時間後ぐらいかなと思います。はい。ご視聴いただきありがとうございました。